10月に行われるドラフト会議では毎年多くの選手が指名されプロ野球選手の仲間入りを果たします。ドラフト会議の前にどの選手がどの球団に行くかを考えるのはプロ野球ファンにとって楽しみの一つです。しかしドラフトで指名される選手は必ずしも有名であるわけではありません。時にはファンのみならず相手チームも情報を持っていないような選手が指名されることもあります。今回はそんな隠し玉ともいえるドラフト指名選手を紹介していきます。1965年から始まったドラフト会議、その長い歴史の中で最大のサプライズと言われているのが1968年に東京オリオンズから9位指名を受けた飯島秀雄です。飯島は 100m 10秒1という元日本記録を持つ短距離走の選手であり、東京オリンピックやメキシコオリンピックにも出場したほどの選手でした。元陸上選手という異色の経歴を持った飯島に期待されていたのは当然足。こうして誕生した世界初のダイソー専門選手飯島は大きな話題を呼び、多くのファンが飯島を見るために訪れました。もちろん足の速さは群を抜いていて、同期であり後に世界の盗塁王とも呼ばれた福本豊も飯島のスピードにはたまげたと語っています。しかし実働3年間で23盗塁17盗塁死と結果を残すことはできませんでした。盗塁は足の速さだけではないと証明されたといえます。期待されたような成績を残せなかったものの、飯島見たさにファンは増え、飯島加入で観客動員数は倍になったため、球団にとって救世主だったことは間違いありません。1986年に西武からドラフト1位で指名された森山良二は2年目に10勝を挙げ新人王を獲得しましたが、ドラフト指名時は全く無名であり他球団を驚かせました。大濠高校時代からエースとして活躍、早稲田大学入学を目指したものの2年連続で受験に失敗し北九州大学に進学。そこでも投打にわたって活躍しチームの勝利に貢献しました。このまま大学で活躍を続ければ他球団と争奪戦になる。高校時代から森山に目をつけていた西武は他球団との争奪を避けるため森山に入団を打診した上で大学を退学してもらい、野球部のないオノフーズに入社。半年間のトレーニングの末に無名のドラフト1位選手が誕生しました。西武ライオンズ森山良二オノフーズと会場にアナウンスされた時には西武関係者以外がざわつき始めたといいます。森山を知らないどころか会社名も知らなかったのだから当然と言えます。去年現役を引退した山口俊の父親は元大相撲の力士であり、山口自身もその出世とがたいの良さからドスコイと呼ばれました。しかし過去には元大相撲力士がドラフトで指名されたことがあります。それが1991年にロッテからドラフト7位で指名された市場隆之です。中学時代は野球部に所属し、4番を打つ傍らで相撲部でも活躍。そんな市場が中学卒業と同時に進んだのは角界でした。中学卒業と同時に角界に入り、序二段42枚目まで昇格した市場。ただ左膝を捻挫すると、その後国際海洋高校に入学し野球部に入部しています。1989年にはロッテの練習生になっているため、野球の才能も非凡だったことがわかります。ただ入団後は1軍でプレーすることはできないまま2年目に引退しています。野村再生工場の最高傑作とも呼び声高いのが田畑和也です。大英では3年間で2勝しか挙げられなかった田畑でしたが、野村克也率いるヤクルト入団後に覚醒。入団初年度から12勝を挙げると、翌年には防御率 2.96 で15勝5敗というエース級の働きを見せました。そんな田畑ですが、大英入団時のドラフト順位は10位で全くの無名。それどころかどこの野球部にも所属しておらず、大工をやりながら遊び感覚で受けた入団テストで合格しての入団でした。野球自体は小学生の時からやっており、高岡第一高校時代には富山県内で屈指の本格派投手という高い評価を受けています。しかし高校卒業後に入団した北陸銀行で怪我をしてしまい、そのまま退団。退団後2年ほど家業でもあった大工として働いていました。大工からプロ野球選手になり活躍した田畑のキャリアはまるで漫画のようなサクセスストーリーです。
ヤクルトの2軍チーフ兼守備走塁コーチを務める傍らで、日本代表のコーチも務め、裏方として日本代表の WBC 優勝に貢献した白石紀之。入団した日本ハムでは芽が出なかったものの、4年目にトレードでヤクルトに移籍してからは、堅実な守備とパンチ力のあるバッティングで活躍。規定打席に到達することはなかったものの、チームに欠かせない存在となりました。また選手会長も務めるなど、チームの精神的支柱を担っています。そんな白石ですが、日本ハムにご意指名された時はフリーターであり、ガソリンスタンドで働いていたという異色の経歴の持ち主です。春日部共栄高校時代は主将として甲子園にも出場、3番ショートというチームの柱として活躍しました。青山学院進学後もその成長に期待がかかりましたが、部の体育会気質に合わず、わずか1週間で退学しています。大学中退後はガソリンスタンドで働く日々を2年間過ごしましたが、野球への思いは消えておらず、バッティングセンターに通うなどしてトレーニングを積んだ後、日本ハムの入団テストを受けて見事合格しました。2011年のドラフト会議にて会場が最もざわついたのは、日本ハムの7位で大島拓実の名前がコールされた瞬間です。それもそのはずで、大島の所属は早稲田大学ソフトボール部。プロ野球史上初めてソフトボール部の選手がドラフト会議で指名された瞬間でした。小学校時代には軟式野球をやっていたものの、中学に野球部がなかったためソフトボール部に入部。その後は高校、大学とソフトボールをプレーしました。ほとんど野球未経験と言ってもいい大島が指名された理由はその能力にあります。大学時代には13試合連続ホームランを放つなど、通算80本塁打、大砲として圧倒的な成績を残しました。そして記念受験した日本ハムの入団テストで、類まれなパワーと才能を目にした日本ハムスカウトはドラフト指名を決めたのです。1年目の紅白戦からバックスクリーンにホームランを放ち、期待されましたが、その後は変化球の対応に苦しみました。5年目に1軍初ヒットを放ったものの、期待されたようなホームランは打てないまま、2018年に自由契約を言い渡されています。2015年のドラフト会議でロッテから6位指名を受けた信楽章史は、自動車教習所の現役教官ということで大きな注目を集めました。福岡大学時代は同期で今の阪神の正捕手である梅野龍太郎とバッテリーを組み活躍しましたが、ドラフトでは指名されず、自動車教習所を運営する宮崎梅田学園に入社。同社にある野球部で活躍すると、入部2年目には都市対抗野球大会の本戦出場を決めていた JR 九州に補強選手として指名されました。本戦では初戦敗退したものの、その時のピッチングが注目され指名に至りました。自動車教習所の教官経験者が指名されたのはプロ野球史上初めてです。プロ入り後は一軍登板を果たせないまま、2年後に自由契約になっています。後にプロで活躍できなかった理由をイップスになったからだと語っています。2022年のドラフト会議では、日本ハムの育成3位で指名された山口あたるが全く無名の逆輸入選手ということで大きな話題を呼びました。フィジカルモンスターとも称される高い身体能力を持っている山口、支配下指名を勝ち取ることができるのか、またそこから活躍することはできるのか、今後も隠し玉の存在から目が離せません。それでは今回の動画がいいと思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。